春の陸上競技場で事前合宿を行ったのは、女子マラソン、女子20キロ競歩、女子50キロ競歩に出場する6人です。選手たちはおとといの朝、成田に到着後、検疫検査を経て夜8時半過ぎ、コーチ入りしました。時差や疲れを解消するため、昨日と今日は体をほぐすようにゆったりとしたスピードでトラックをランニング。日本の暑さに体を慣らしたほか、競技場の外ではマラソンの本番をイメージしてアスファルトの感触を確かめていました。練習は今日までで、選手たちは明日競技が行われる札幌へと出発します。男子50キロ競歩と女子20キロ競歩は8月6日、女子マラソンは7日に行われます。